スバルの車は、やっぱりり所有感がありますよね。何か他のメーカーにはないポリシーを感じますそんなスバルは本日2022年12月新型クロストレックの価格を発表しました新型クロストレックはコンパクトなボディ本格的な段落セクション性能ラギットかつスポーティなデザインを組み合わせることにより 都会からアウトドアシーンまで幅広く活用できる多用途性を実現したクロスオーバー段落セクションです。第3世代となる新型では、従来型の個性的なデザインをさらに際立たせ、動的質感や使い勝手、安全性により磨きをかけました。前輪駆動モデルを追加し、より幅広いお客様にお選びいただけるラインアップとしました。エクステリアは クロスオーバー段落セクションとしての頼もしさを表現するとともに、引き締まった鋭いシェイプにより、ラフロードもダイナミックに走り抜ける身軽で、躍動的なスタイリングを表現。インテリアは、使い勝手の良さと包まれ感や、スピード感のある造形がもたらす居心地の良さを合わせ持つ室内空間に仕立てました。最新のスバル共通のインターフェースである11インチマルチインフォメーションデイスプレイも搭載。 目的地設定の新しい方式として国内スバル初となるホワットンワーズへの採用やコネクティッドサービスも拡大し利便性を向上させましたまたフルインナーフレーム構造を採用することでボディ剛性をさらに向上させるとともに軽量化しました医学的知見を取り入れたシート構造やルーフパネルも採用することで動的質感を高めています さらに、新世代アイサイトに加えて国内スバル初となる広角単眼カメラを採用することで高い安全性能を実現しています。